実話を元にしたずんだもんバージョンみたいなのを見てる。例えば最近見たのは5歳で妊娠した女の子の話とか。そう5歳なのよ、すごいよね。世界は分かんないんで未知だよ。未知に溢れてるからね。そう本当に不思議に溢れている。団長はどうなの？団長が赤ちゃんを埋めるかってセクハラですかねえ。いや、嫌だねえ、セクハラされたんですけど、赤ちゃんできるかって、俺の赤ちゃん埋めって言われたんですけど、何なんですかこれって。何配信してるとそんなセクハラをされるんですかってあ、言ってない。あそこまで言ってないあそこまで言ってないか、すいませんね。ちょっと被害妄想がそう働いてしまいましたあー、いやほんとそんな感じでね。